お笑いコンビ、8.6 秒バズーカーが、18日、声優に初挑戦したアニメ映画、新劇場版、イニシャル D、レジェンド、2、逃走、の、都内で行われた完成披露試写会で、舞台挨拶に登場した、浜谷念と田中シングルの、二人は、主人公の藤原匠が、カル、トヨタ、AE86、の、車体に合わせた白と黒の、ツートンカラーの衣装で現れ、ラッスンゴレライ、の、イニシャル D、バージョンを、初披露。だが観客の微妙な反応に、浜谷念は、めっちゃ緊張した、もう、ふわふわしてます、と早くもしどろもどろだ。二人は現在もイベントなどで、全国を飛び回っており、所属の吉本興業からは、8月まで、休みがないと通達されているという。それでも、田中が、寝る時間だけは欲しいと言い続けて、ようやくですわ、と睡眠時間を確保できていることを、明かした上で、浜谷念が昨夜、股間矯正に行ったことを、暴露した。理由は俳優に意欲を見せているためだそうだが、田中は、デブが、顔だけちっちゃくしてどうすんねん。めっちゃ、気持ち悪いわ、と突っ込んだものの、浜谷念は気の利いた。リアクションができず顔から汗が、噴出。あまり言わんといて、はずいわ。でも、俳優になりたい。演技力はこれから練習していきますよ、と返すのが精一杯だった。また、この日は同い年の、フィギュアスケート、浅田真央。が現役続行を表明したが、田中は、頑張ってくださいとエールを、送れる身分ではない、と恐縮。浜谷念は、僕たちも現役続行させてください、と懇願していた。